俺の名前は高橋はじめ。結婚して10年になる妻のまなみと子供と一緒に暮らしていたが、まなみの不倫が発覚したのをきっかけに離婚話が持ち上がっていた。離婚届ってさ、書いてくれた？もう書いたけど。いつ出すの？本当に離婚届出していいんだな。いいんなら明日にでも役所に出してくるぞ。出していいんだなって、いいに決まってるじゃない。私もう戻る気ないし。申し訳ないけど、あなたにはもう魅力を感じない。お前ひどいな。だってあなたって男として器は小さいし、給料は安いし、それに外見にも全然気を使わないから、完全におじさんじゃない。そりゃ俺だって40になるんだから、おじさんなのは仕方ないだろ。お前だって37歳で割といい歳だろ。は？私は努力してるわよ。とりあえずもう戻る気ないの。離婚届ちゃんと出しておいてよね。それにしてもお前、自宅に男連れ込むとか人としてどうかしてるよな。それを俺に目撃されるとか、詰めが甘すぎるよ。浮気は悪いかもしれないけど、正直私に浮気をさせたのはあなたなのよ。は？あなたがもっと努力してたら浮気なんかしなかったわ。ほんとムカつくよな、言いたい放題。ここまで言われた俺はもうこいつとは終わりだと心を決めた。俺のせいで浮気したとか、あんな若い男と、しかもネトゲで知り合った。何よ、それは別にいいでしょ。9歳も下なんだろう。いや違うか、お前ネット上では年を5歳さば読んでるんだもんな。だから4歳下ってことになってるのか。え、なんでそんな、さば読んでるとか、何それ、何言っちゃってるの。お前さ、男を家に連れ込むってのもそうだけど、とにかく詰めが甘すぎんだよ。家庭共用のパソコン使ってネトゲして、履歴完全に消去しきれてねえから。俺ネトゲのチャットとか全部見たんだわ。嘘。それに今ここにな、お前の浮気相手いるんだ。え、どういうこと。俺さ、お前がハマってるネトゲパソコンの履歴で見つけて、試しにログインしてみたら簡単にログインできたんだ。お前パスワードが自分の誕生日とか、単純だよな。え、ネトゲにログインして浮気相手とのチャット内容全部確認した。お前32歳ってサバ読んでんだもん。本当は37歳なのにな。別にそれくらいみんなしてるでしょ。それより彼がそこにいるってどういうこと。だけど浮気相手に嘘つくってどうなの。しかも夫と死別したってことにしてるとか。お前結婚相手が消防士で、仕事中の救命活動で命を落として、今は子持ちの独身だって言ってたんだもんな。それはねえ、とりあえず彼がそこにいるってどういうことなのよ。意味わかんない。俺さ、悪いとは思ったんだけど、チャットでお前の浮気相手に連絡してみたんだ。で、本当のこと全部伝えた。そしたら相手めちゃめちゃ驚いてて。そりゃそうだよな。俺全部話したんだけど、相手は心底悪いと思ったらしくて、慰謝料も払うし、職場や両親に浮気のこと暴露してもいいって、とにかく謝りたいって言ってくれて。え？え？俺かわいそうになっちゃって直接会おうって言ったんだ。え？会ったの？会った。てかすごいいいやつだよな。俺ら意気投合してさ。え？で、今ここで一緒にこの LINE 見てる。もうお前と会う気はないらしいぞ。そもそも既婚者なら関係を持ってなかったって。まあそれだけ嘘で固められてたら引くよな。嘘よ、結婚を前提に付き合うって約束したのよ。だからそれはお前が独身だったらって話。
お前嘘ばっかついてるからもう呆れたって。そんな、ちなみに俺はやり直す気ないからな。離婚届は明日出してくる。慰謝料請求もするから。ネトゲのチャット内容全部プリントアウトしてるし。ちょっと待ってよね、ごめん。とりあえずあとは弁護士通して連絡するから。じゃあな。当然といえば当然だが、このまま俺らは離婚。幸い家は賃貸だったから解約すれば OK だったし、子供の親権は俺に。元嫁は実家に戻ったようだが、激怒した両親とは不仲のままだという。まあ正直俺は知ったこっちゃない。ただ元嫁の浮気相手とは今もたまに酒を飲む仲、おかしな関係だと思うが、気が合うのだから仕方ない。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。